3月13日のけりひめスイーツ。さあ実質今日でひな祭りのイベントが終わりますので、まだゲットしてないアイテムが2つ、金箱アップと素材袋アップをつけて、つけてというか借りて頑張ろう。で俺はちょっと装備をようやく変えて乱入率の上がるやつをつけてます。結局そこ上げないと、そこを上げてもね、3回に1回ぐらいかな、体感では。で見た目はイゼロのエルザだっけになんとなくしてます。ボイスも変わってたまにはいいね。ここのケリヒメボイスの種類もいろいろ増えてほしいね。使わないけど一応プリンセスオーダー入ってるんで、サーカス団長を呼び出すことも可能。さあ乱入来るかな。お、来た。そんなにね出ないんだよね、確率結構低いよね多分。さっきも言ったけどプラス 30% をつけても割と出ない時も多いと。勝利ボイスも変わっておりますと。あー出ない本当なかなか出ないんだよな。ノーマルと、そうか、今頃気づいた、乱入関係ねえのかこれもしかしてあるかな一応。うん、道理で落ちないわけだ。まさかノーマルの方でしか取ってないドレス落ちないとは。それだったらもう落ちるかな、さすがに。てっきり乱入ボスとの戦いが少ないから、そっちのドロップだからあまり取れてないのかなと思ってたけど、そういうわけではなかった。それーい。そういえばあれか、ホワイトデーか、そろそろ明日か。なんかバレンタインデーはさ強くイベント感が出るけど、ホワイトデーってさ、なんかある意味セットのはずなのに、なんかどこか盛り上がりに欠けると思わんかね。結構ね返せないことが多いんだよな。イベントとかでそのバレンタイン券差し入れでもらうことが多いんだけど、ごめん、持ったら多いってことでもないか。でもタイミング的には1年に1回だからね。そういうとこでもらうとさ、返すタイミングがないんだよね。実際会うのもそのイベントでたまたまというか、それぐらいでしか会えてないから、リアルイベントでね声かけてくれて差し入れプラスでもらったりとかだけど、かっこよく言えばホワイトデーのお返しは動画で返すよみたいな面白い動画で返すよみたいなやけど、そこまで高尚なもんじゃないんで、もらったチョコレートの3倍の価値はないと思いますこの動画にこの動画に限らず、ゲームは面白いけど、俺の実況でそのもらったチョコの3倍の価値はちょっとね自信ないな。じゃあ動画3本出せばいいのか。なるほど、わかったじゃあ今日入れて、別にケリ姫にしなくてもいいんだけど、今日入れて向こう、明日明後日も入れて、それで3倍とします。いやそれでも足りないかな。クソどうでもいいところで悩むっていうね。さてこれで落ちてくれるかな。うわ微妙に1個開けきれてない、食らわせない
食らえ、食らわせるとは言っていない。これでパカッと開きまして、と、おっと、こういう事故でも動じない。めんどくさいので消さずにそのまま。多分入ってるかな。今あのメディアプレイヤーのがこのキャプチャー画面の上に来ちゃったから、画面の右上にもひょって出ちゃってるけど、範囲で取り込んでたか、それともウィンドウ指定で取り込んでいたか忘れたので、もしかしたら入ってない、もしかしたら普通に入ってる。イケメンたち、女性が半分いますが、まあ女性にイケメンって言ってもね、ある意味ありはありだからな。かっこいい女性、かっこいい女性でパッと浮かんだのがあのナナなんだけど、ナナってまだ終わってなかったんだね。もうなんか救済手がやらなくなってどんくらい経つんだろうね。アニメもすごい中途半端なところで終わっちゃったし、最後はどうなるのやら。俺読んでたあたりどこまでだっけかな、もう忘れちゃったな。とりあえずハチが出来婚したのは覚えてる。さてとりあえず今日はこれぐらいにしとくかな。明日木曜日だから更新で、てか落ちてないねドレス。お知らせ特に書いてないな。ツイッターの方は何か書いてあるかな。ケリヒメツイッターどこだ。あれあれ、ここら辺にケリヒメツイッターのなかったっけ。なんか変わっちゃったね。壁紙アイコン4コマ BGM。 なぜケリヒメツイッターに飛ぶやつがなくなったのは、どっかからかはいけるんだろうけど、よくある質問、公式サイト、公式ツイッター、なんでわざわざなくしちゃったんだろうね。特に情報は書いてないか。じゃあ大きな更新はなさそうだね。あるとしたらホワイトデー関連ダンジョンとかかな。うん、まあ、とりあえずこんな感じにしておいて、今日はここまで、また明日。